ララクロフトのコスプレララクロフトは、ビデオゲーム、トゥームレーダーシリーズや、それを原作とする映画に登場する架空のイギリス人。同作の主人公であり、ゲームヒロインとして、最も成功した人間の女性として、ギネスワールドレコーズに認定されている。女優カリマ・デヴィによるクロフトの服装。ララクロフトは、運動能力が高く、行動力にあふれた女性で、 ブラウンの目にレッティッシュブラウンの髪として描かれる。探検をするときに彼女は、二つの拳銃を持っていくが、他の兵器類もシリーズのあらゆるところで使用する。彼女はいくつかの言語を流暢に話す。このキャラクターの典型的な服装は、ターコイズのタンクトップにライトブラウンの短パン格子側のブーツそして竹のある白い、ソックスである。フィンガーレスグローブ、バックパック、ユーティリティベルトともに、 両側のホルスターそして2つの拳銃がアクセサリーとして含まれる。ビデオゲームの続編では新しい服装のデザインが水中や寒中のような異なった環境のために導入された。後のゲームの中ではクロップトップ、カモフラージュパンツ、黒もしくはライトブラウンのシャツをクロフトが着用している。ララの追い立ちはシリーズの間に劇的に変更されている。 第一期間のゲームの説明書の記述では、ロンドンのウィンブルドンに、ヘンシングリー、クロフト教の娘として生まれた。彼女は、貴族として、そして架空のファリンドンの伯爵の言い名付けとして、育てられた。ララは、スコットランドのボーディングスクールであるゴードンストーンと、スイスのフィニッシングスクールに通っていた。彼女は21歳の時に飛行機の墜落事故から、生き延びて、 ヒマラヤで2週間遭難した。この体験は彼女を以前の生活から遠ざけるとともに彼女を他の冒険を求め世界を回ることに駆り立てた。トゥームレーダーレジェンド、トゥームレーダーアニバーサリー、トゥームレーダーアンダーワールドは過去作とは別の新シリーズである。しかし過去作の設定を引き継いでいる部分も存在する。これについてはレジェンドの開発時にファンの意見を取り入れて ララの設定を過去作から引き継ぐ部分と引き継がない部分とを判断したためである。第2期間のララの物語は考古学者でアビンドンの伯爵リチャード・クロフト卿の娘に変更されている。ララは9歳の時に母親と一緒に乗っていた飛行機がヒマラヤに墜落するという事故に遭遇する。遭難の過程で彼女と母親は遺跡を発見して、 そこに避難するが、母親はその遺跡で消えてしまう。その後ララは生き延びて、消えた母親を探すと同時に父親を殺害したアトランティスの女王、ナトラと戦うというストーリーである。トゥームレーダーからシリーズがリブートされている。それに伴いクロフトの設定や性格も変更されている。大学を卒業した21歳の考古学者ララが山大国探索するストーリー。 その続編ライズ・オブ・ザ・トゥーム・レーダーでは、父親がトリニティ教団という組織に殺害されたことが語られる。ララクロフトの制作の早い段階で、スウェーデンの歌手ネナ・チェリーにインスピレーションを受けた。エイドスの子会シャコアデザインは、ビデオゲーム・トゥーム・レーダースの主人公であるララクロフトの開発を1993年に開始した。 リードグラフィックアーティストのトビー・ガードはキャラクターの最終的な外観に行き着くまでに約5つのデザインを検討した。彼の当初の想定では主人公はムチとハットを身につけた男性であった。コアデザインの共同設立者、ジェレミー・スミスはデザインの特徴付けがインディアナ・ジョーンズの派生品としてさらにオリジナリティを求めた。ガードはデザインの観点が 女性キャラクターである方がうまくいくと判断した。また、歌手のネナ・チェリーとコミックブックのキャラクタータンクがあるにインスパイアされた。シリーズ初期日本語版のレイラ・クロフトという名前は当時のプロデューサーがララという名前が日本人の感性的に変だと感じたため当時のアニメや曲などにちなんでレイラに変更したものである。 ララクロフトウェイイングランドのダービーララクロフトの1996年のデビューは女性がビデオゲームをリードすることを促進したとしてしばしば引き合いに出される。プレイステーションマガジンのカイザーファンは彼女がビデオゲームにガールパワーをもたらしたとコメントした。トゥームレーダーの生まれ故郷であるイングランドのダービーで2万7000人以上が 参加した通りの名前を決める投票があり、全体の89%の賛成を得て、ララクロフトウェイという名前が付けられた。またタイム誌の20世紀で最も影響力のあるエリートにクロフトがノミネートされた。ありがとうございます。